はい、皆さんこんにちは。リナです。タカです。エイティブログです。今日は大須の商店街に来てます。食べ歩きでもないです。大須と言ったら食べ歩きですよ。今日はコンパルに行きます。コンパルとは何でしょうか、社長。名古屋で有名な名物喫茶です。名古屋発祥で、この大須発祥です。本店はここにあるので、本店に行きたいと思います。ちなみに僕はコンパル行ったことありません。もちろん、私は何回も来たことある。ということで、大須の本店にやってきたと。はい、着きました。お、これですか。じゃあ、行きましょう。席に着きました。雰囲気いいよね、ここのお店。昭和の喫茶だね、マジで。そうそう、なんか70年前ぐらい営業を始めて。すごいじゃん。なんかそこから何も変わってないみたいな雰囲気だね、うん、めちゃめちゃその昔ながらの椅子とかテーブルとかの。まあ名古屋の喫茶店なので、モーニングがやってます。モーニングはオープンから11時まで、あのモーニングセットがあって、サンドイッチがセットになってるから結構コスパがいいと思う。113円で130円ね。はい、130円で。でランチセットもあって、そのランチセットの中で2つを選べれます。でも平日限定ですので、今日はこれはアウトです。普通のメニューを見ると、これがうまそう、名物です。エビフライサンドで、何回もこっちのコンパルに来たことがあるんだけど、毎回これを注文します。名古屋名物って書いてあるもんね。エビフライサンド、エビフリアサンドじゃない？おいしいよ。他にも、まあ、ザ・名古屋味噌カツサンドがあるって感じ。これちょっとタカに注文して食べてみたい。このコーチン卵サンドとかもおいしいよ。名古屋コーチンの卵を使ったあのベジタリアンのサンドイッチ。ここの名物飲み物はアイスコーヒーです。それも注文したいと思います。タカは何を飲む？ああ、バナナジュース、パインジュース、オレンジジュース、野菜ジュース、ミックスジュース、メロンジュース、レモンジュース、いろんなジュースがあるよ。ミックスジュース。じゃあミックスジュースで。すいません。エビフライサンド一つと、はい、味噌カツサンド一つと、はい、サンドイッチ3つに切ります。4つに切ります。4つの方が。4つで、決まりました。はい、お願いします。ミックスジュースの方が。はこのコンパルの名物アイスコーヒーを説明します。マジでアイスコーヒーじゃん。ホットコーヒーです。砂糖です。まずは砂糖をここに入れて、でこれを混ぜて。マジでアイスコーヒー。そうそうそう、アイスコーヒー。ちょっとこれ飲まして。うわ、うま。今砂糖入れたからね、美味しい、ね、超美味しい。でこれをここに。うわ、ちょうど、ま、満タンになるんだ。完璧じゃん。あ、来ました。ありがとうございます。エビカツサンド来ました。で、最後に私はミルクコーヒーがいいからミルクを入れる。本当に美味しいミルクアイスコーヒーです。で、自分で作ったからより美味しく感じると思う。来ましたよ、このエビカツサンド。めっちゃ美味しい。エビフライがバッチバッチ入ってる。4つ入ってると思う。タカのやつめっちゃいい匂いするけど。こっちも来ました。味噌カツサンドです、うん、こっちの方が俺的にはうまそう。ではでは、いただきます。はい、あのタルタルソースとキャベツとオムレツが入ってる。うん、これはうまいわ。エビフライとキャベツと、あと目玉焼き卵がすごいいいコンビネーションになってる。で、タルタルソースでさ、タレもめっちゃ美味しいし。これに追加するコメントほとんどないよ。うまっ。まあ、トーストがちゃんと焼いてあってふわふわな感じはするし、食感もいいわ。でしょ、全部のエビのプリプリってやつとキャベツのシャキシャキってやつと、本当に美味しい。食感も美味しいし、味もうまいし。一つのバッテンがあるけど。ん、高い。あ、高いんだ。うわ、980円する。そっか、そう考えるとそうだもんね。この大きさだもんね。サンドだよ。で、980円だもんね。まあいいお値段するね、うん。でも味付けいいね。タルタルソースだけじゃなくてソースの味もちゃんと効いてて。
ケチャップでしょ。え、ソースでしょ。このソースでしょ、これ。ケチャップでしょ。ソースだって。本当にタカバカ舌だから、もう皆さん一緒に食べに行かない方がいいよ。皆さんどっちの舌を信じてますか。いつもレナ社長はバカ舌ということを過去の動画で何度もバレてますよ。あれ覚えてる？神戸で食べた明太子が入ってる、うん、といったあのポテトフライね。明太子のソースのポテトフライを食べたんですけど、それがケチャップって、もう明太子とケチャップって全く違うじゃないですか。明太子入ってないよ。でもやっぱりね、日本育ちのね、僕はね、舌が肥えてるんですけど、ドイツで育ったレナさんはね、何食べても一緒らしいです、日本お城料理は。だからこれもソースで味付けをこう締めてるんだけど、ケチャップだから、ケチャップ好きだね。前の明太子のやつもケチャップでいたでしょ。もう赤、ちょっと赤かったら全部ケチャップだと思っちゃうね。あのタカはケチャップは何か分かってないっぽい。皆さんどちらを信じますか。じゃあ初めて食べる味噌カツも食べたいと思います。これすごくない？これなんか割とシンプルだね。これビーフカツかな、トンカツかな、どっちだろう。ポークだと思うよ。ポークかな。断面綺麗、キャベツと味噌と。このソースは？これね、ケチャップ。これレナの頭の中で言うとケチャップ。食感がいいわ。そう、食感がいいよね。あの豚が柔らかくて、でシャキシャキなキャベツがあって、で間に味噌ソースが挟んでるから、うん、本当に美味しい。いいね。でもエビの方が美味しい。これさ、エビのさ、エビサンドをこの味付けでやってもいいよね。味噌エビフライサンド、うん、作ればいいのね。タルタルソースバージョンとこの味噌バージョン、すごい。中は何にでも味噌をつけるから、名古屋味だからね。そうそうそう。な、なんかさっぱりした味噌の味だから、ペロッと食べれちゃう感じ。そうだね、全然くどくないね。でもあんまりくどくすぎると重たくなっちゃうから、喫茶店だったらこれぐらいがいいんじゃない。うん、ミックスジュース。あ、昔ながらのミックスジュースでしょ、うん、濃厚クリーミー。めっちゃ美味しい。500円。コンパルは安くはない。見てください、このキャベツの量、キャベツボリュームと。これの方が美味しい。これは別に名古屋料理じゃないよ。え？エビフライは名古屋だけど。エビフライはタルタルソースの味付けは別に名古屋発祥じゃないからね。エビフライは名古屋だから、名古屋だよ。名古屋だよ。味付けは後で聞いてみる？ソースか、ケチャップか。絶対ソースでしょ。違う、うまい。ソースを薄く塗ってるよ、絶対。違うよ、あの卵にケチャップがあるよ。いや、もうここ卵にケチャップ、ここ絶対ソースだって。ここちゃうよ、ケチャップじゃないって。100%ソース。聞くのやめとこ。なんでタカが知りたくないから。ソースってことにしとこ。間違ってることは知りたくないから。それはバカ舌に言われたくない。よく言いましたね、バカ舌。バカ舌社長、世界一周の時もバカ舌だったか、社長は。なんか毛止まってるけど、お腹いっぱいなってた。まだちょっと起きたばっかだから。そんな寝起きからバンバン食べれません。今日はお休みなので1時です。土日はゆっくり起きて。喫茶店としてはパフェですよ。あ、あんみつがある。うん、いらないよ。小倉クリームみつ。チョコレートパフェが欲しい。じゃあ俺フルーツパフェ、チョコレートパフェ。嘘、ノーノー。無理。どっちか。はい、チョコレートパフェ。どっちにする？フルーツパフェ。チョコレートパフェ。フルーツパフェでいい？チョコレートパフェ。フルーツパフェで OK って今聞こえた。チョコレートすいません。今日ね、チョコレートパフェ売り切れだって。さっきあそこに書いてあったんです、外に。何をまたつこうとしてるの？さっきあの表に書いてあった、日本語で難しく。チョコレートパフェ一つください。はい、ありがとうございます。何、はい、何を叩くことありますか。すみません。ありがとうございます。すごいじゃない。なんかそんな大きくないと思ったら。でかいじゃん。ね、見てこれ、でかいよ。大丈夫、大丈夫。チョコレートバナナパフェ。では、食べよう、食べよう。チョコレート生クリーム。うん、これめっちゃ美味しい。わ、美味しい。本当に生クリームしかないの。すごい。あ、ここにあれだよ、さくらんぼとみかんの入ってる。甘くて美味しい。じ
じゃああれだね、上に生クリームがどっさり乗って真ん中にアイスがあって、その下にコーンフレークとチョコソースで、で周りにフルーツがない、そうバナナとかさくらんぼとかオレンジとか、うん、完璧の昔ながらのパフェ、すごいシンプルだね。野菜にバナナ、メッアイス、オンザーネ。イエス。なんでイエス？なんでヤーじゃない？ヤー。皆さん、ドイツ語でイエスはヤーです。ノーはナインです。これだけ覚えておけばコミュニケーションいけるからね。いやでも何に対してヤーってないの？ドイツに行って何か欲しいとかって言われて、ヤー、ヤー、ヤーか、ナイン、ナイン。どっちかみたいなのが。ヤインヤーとナインの合わせたヤインこの3つ覚えてください。ヤー、ナイン、ヤイン。もうでもお腹いっぱいだわ。食べていいよ。100%あー、美味しかった。はい、食べました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。本当に美味しいでしょ、ハンバーグ。めちゃめちゃいいね。サンドイッチ2つとパフェ1個で2人で味変えながら食べるとちょうどいいボリュームです。ありがとうございます。はい、ごちそうさまでした。はい、食べました。コンパルです。大須の上前津駅から徒歩5分行かないぐらい。駅からめっちゃ歩いて近くだね。そう、万象寺の後ろにある。はい、この動画をここで終わりにします。楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。大須なんか食べて帰らなくていいですか？大丈夫、お腹いっぱい。食べ歩きの聖地ですよ。ああ、愛知県民の食べ歩きの聖地ですよ。大丈夫、今日は大丈夫です。帰りましょう。ではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。